はい、皆さんこんにちは、サコログのサッコです。今日はですね、エンジェルス球場にドジャーズ戦、今日3戦目なんですけども、エンジェルス球場に見に来ています。始まるのは6時7分。大谷君どうなることやら、これが楽しみですよ。さあやってきました、去年まで大谷君が所属していたここエンジェルス球場です。この感じ、なんとも見慣れた感じで落ち着くんですけど、今年はここに来ることはもうないだろうなといった感じです。20ドル変わらず、なんとパーキング去年と同じ20ドル。さあ正面やってまいりました。大谷くんがいた一番左にはもういませんよ。代わりにいたのはトラウトでした。はい、そして球場の外のマウンドのところには歴代開幕投手の名前が刻まれていて、大谷選手の名前もありますよ。翔平大谷2022年。さあ帰ってきましたエンジェルス。昨日までドジャース球場でエンジェルスと2戦戦って3戦目の今日がエンジェルス球場でのゲームになります。プレシーズン戦なのに見てください、この人の多さ。さて左に見えるこのお店、サインボールやサインしたユニフォームなどを売っているところなんだけど、去年まで大谷君のサイン入りボールがここで売っていたところなんです。売ってないね。もうないね。こんなにボールあるのに大谷君のは見つかりませんでした。エンジェルス球場でございます。3月26日、3日目、そして明後日から開幕戦が始まります。楽しみです、大谷君頑張ってね。エンゼルス球場ビジター側は一塁側になります。今回はベンチ内の大谷君がよく見える三塁側席から大谷君の様子をお届けしたいと思います。去年までエンゼルス球場でプレーしていた大谷君のベンチは三塁側、今日初めて入った一塁側のベンチはどんな感じに思えるんでしょうね。さあプレーボールです。今日のラインナップは大谷くん DH 2番です。さあ登場ですよ。Thank you for the past 6 years. I always appreciate your support and allowing me to perform.
なんと三振。また雨を打ってるおじさんが回ってきていました。最近はどこもキャッシュレスなのでカードを忘れなくお持ちください。Hey!
一気にラインナップ変わって大谷さんが出てない、ルーキーベッツも出てないし5番のなんだっけフリーマンも出てない、もうみんな消えてしまったということで帰ります、帰ろうじゃあただいま点数は 3対3? 今ホームラン打ったからね、今ホームラン打って3対3になりました、大谷くんは2回出て2回とも2回あれだね三振残念でございます。開幕戦だっけ、開幕戦が28日あるけどドジャースで、その時には頑張っていただきたいと思います。ではでは、大谷くんのものが売ってるかちょっとチェックしに来ましたよ。まだ売ってるね。なんと MVP の T シャツ発見。いくらだ。$51.99。どこだい？めっちゃ早い。寒い。この辺だね。あった？あった。寒い。静かだわ。球場から出るとめちゃめちゃ静か。帰りますよ、もう7時半。2回しか出なかった大谷くん。おお、おお、美味しい。